ねえおばさん、何してんの？見ればわかるでしょ、優雅に本読んでんの。この辺毒のある蛇とかいるから気をつけた方がいいよ。ほら行こう。何これ。あーつまんねえの。はい、返せ返せよババア。なんだよ、話せよブス。黙れクソガキ。うっせえよもう死ね。大人なめんな、わかったか。なんだよ言ってきな。話せよバーバー、話せよ。お弁当あるけど食べる？千尋さんはお弁当屋で働く元風俗嬢。気づいたんだよね、人の心を独り占めすることなんてできないってことに。私だってされたくないもん。きっと彼女に会いたくなる。千尋さん、千尋さん、うっさいよ。